こんにちは。ここが変だよオリンピックということで、今回もノクさんから動画を送られてきましたけども、これかなりいい内容でしたね。何がいい内容かっていうと、よくここに目をつけてくれたってことなんですよ。そうなんですよね。オリンピックのボランティアスタッフって10万人規模で募集したのに8万人しか採用になってないんですよ。しかもこの人たちって自力で来て自力で帰って自力で宿を取れって話なんですよね。まあボランティアだから当たり前だろうって話なんですけども、さあではですね、今オリンピック直前かな、直前になってですね、また新しくオリンピックのスタッフさんが募集されてるんですよ。私たちがよく見るフリーペーパー、タウンワークとかね、アルバイト情報誌にオリンピックスタッフ募集とかで出てるんですよ。あれ、これは変だぞと思うじゃないですか。だからここが変でオリンピックなんですけども、詳しくはね、動画説明欄にノクさんが説明してくれてるんで、ここで省きますけども、結局ですね、派遣会社が儲けるためにやっぱり1600円っていうね、時給を設定して、その上におそらくですけども、またね、2000円ぐらいの利ざやをつけて、いわゆる1人当たり3600円1時間で出してるんですよ。で、1600円で雇うのは誰か雇うんでしょうね。で、儲かるのは中抜きする派遣会社パソナということでございますね。よくできてますよね。うん、なんかこういう風にね、自分で絵を描いて、自分で提案して、自分で決定して、自分で儲けるっていうね、このサイクルができてるわけなんですよ。で、そこのサイクルに私たちは巻き込まれて、ラットレース、まさに巻き込まれて、ちょびっとおこぼれいただくんだけども、次の月には消えているみたいなね、そんな感じでガス抜きされるんですよ。わあ、採用されてよかった、パソナっていい会社だな、もしくはオリンピックってやっぱすごいなとかって思ってるじゃないですか。まさにね、 3S 計画です。スポーツに国民を踊らせる。そうするとですね、私たちは忙しくって楽しくって、もうね、何がおかしいかっていう、例えば今だったらね、森友かけ問題とか桜を見る会とか、いつまでやってんだよと思うでしょ。いつまでやってんだよっていうふうに、もうそういう仕向けられてるんですよ。あれね、森友問題とか桜を見る会ってむちゃくちゃ大事なことやってるんですよ。しかも今回黒川検事総長が上がるって話も、これ全部ね、違法違法違法でやってるのに、ほとんどの国民はそんなことに関心を持てないばかりか、普段平日って予算委員会見る暇がないんですよね。だから何が起こってるのか分かんないまま全てが決まってるってことなんですよ。竹中平蔵さんと小泉総理、このタッグがいましたよね。で、この2人っていうのはニュースダイジェストで切り取るとかなりユーモラスな人で、ものすごくね、勉強になる人で、すごくね、尊敬できる人っていうふうにも映るんですけども、実際にやってることっていうのは私たちを苦しめる、長期にわたって苦しめるような搾取性格を通してしまったってことなんですよね。で、それね、私も当時2005年の当時で気づかなくって、で、今振り返ってみると、あれ、この仕組みってあの頃できたのかっていうふうな形なんですよね。まあそういうことでね、ここが変だよオリンピックから、ここが変だよ、なんだろうな、日本政府なのか、ここが変で俺たちかもしれないですね。で、私たちは忙しすぎてもう考えることをやめてしまったんですよ。考えてるふりをしてるんですよ。もしくは考えなくてもいいようなことを考えてるんですよ。例えばね、まあ申し訳ない、野球ファンには申し訳ないけども、カープが勝ったとかね、巨人が勝ったとか、誰々が三塁だとかね、これはっきり言って、まあどうでもいいことではないかもしれませんけども、実はその地盤を私たちは本当は見なくてはいけないのに、私もそうなんですけども、楽しい映画がある、女の子と遊ぶ、美味しいものを食べるってところに随分ね、私たちは気を取られていってしまって、その地盤たるルール作りのところが全然気づけてないんですよね。ルール作りをするのは国会なんですよ。で、国会が今ね、本当に無法地帯になってます。無法地帯っていうと、私が都市伝説を語ってるみたいに思われるかもしれませんけども、とてつもないことが起きてますよ。まあ私もね、その辺をこう訴えたくてたまにそういう動画を撮るんですけども、多分そんなことを自分が知ってもどう変えられるのって思っちゃうと思うんですよ。でもまずね、知ることから始めないと、私たちはやっぱり選挙ってものが唯一の手段なんですよ。選挙ってものによって権力者を選び直すことができます。今投票率は 50%、 選挙に行ってない残り 50% の人が誰かを選べば、今選ばれてる人はいなくなります。で、本当にそれだけが救いなんでね、今回の桜を見る会じゃないや、なんだっけ、ここが変だよオリンピックも、そういう意味で言うとものすごく社会に切り込んだいいテーマになってますんで、絶対に動画説明欄からノクさんの動画ご覧ください。それではどうぞ。